伊吹山のふもと杉沢。ここは明治時代以来石器が出土することが知られています。昭和13年には京都大学小林幸雄氏の研究を目的とする発掘調査・学術発掘によって合わせ口亀館が出土したことがきっかけとなり、杉沢遺跡は一躍有名なものとなりました。この発掘調査は湖北地域で最初の発掘調査であり、その後昭和29年には現京都教育大学による学術発掘も行われています。今年8月、杉沢自治会の協力のもと、市教育委員会と立命館大学が共同で杉沢遺跡の発掘調査が行われました。杉沢遺跡は昭和の初めに、発掘調査が行われまして、縄文時代の土器を利用した子どもの墓がたくさん見つかりました。でそれは非常に珍しくて、日本の考古学では非常に話題になって、有名な遺跡になりました。我々立命館大学では2011年と2012年に今発掘しているこの玉泉寺の裏の隣の元畑だった場所をですね、発掘させていただきました。でその時お墓以外の生活の痕跡として、木の実を蓄えた穴が出土して、縄文時代の人たちの食料がですね、明らかになりました。でそういった成果が上がったので、さらにその近くの土地を発掘させていただいて、できればお墓以外の住居などをですね、発掘調査で、明らかにしたいというふうに考えて発掘調査を行っています。矢野教授の指導のもと、学生たちが連日発掘調査を行っています。8月の上旬、6日、7日ぐらいから始めてまして、もう今、第3週目に入っているところです。今、現段階で、大体70センチほど地表面から掘り下げてるんですけども、そうですね、やはり新しい時代の、江戸時代頃の陶器なり、弾きがやはり一番多く出てまして、一番古くても平安時代の弾きが、出始めているというような状況でして、それに伴って表面採集されたものに素液というものもあるので、それより目的としては掘り下げて、なんとか縄文時代の土器石器を発見したいと考えています。一番その発掘してて思うのが、その地域住民の方がすごい親切で、その発掘してる時にもいろいろ理解をしてくださって、手助けもしてくださるので大変助かっております。これは遺構といって、昔掘られた穴ですね。住居の柱跡だったり、食べ物を貯蔵している穴だったりわからないんですけど、昔掘られた穴です。そうですね、町のいろんな方が野菜をくださったり、こう声をかけてくださったりするので、すごくこう それがこう嬉しいというか皆さんあったかく迎えてくださるのはとても嬉しいです。学生たちは発掘調査を通し、米原市の地域の魅力を感じ取ったのではないでしょうか。昔の人が作ったものをやはりその掘り出すっていうのは、その、まあ、考えてみればちょっと現代とは違うかもしれないんですけども、その対話がなんかできそうな感じで、やはりその、まあ、ロマンですね。はい。
まあ、昔の人たちがどういう暮らしをしているのかとか、その人たちが暮らしていた様子やものっていうのが、あの何千年とか1万年経って出てくるっていうのが、そのままの形で出てきたりっていうのは面白いなと思って考古学には興味を持ちました。発掘の魅力はこうやっぱり本に書かれてたものを実際に自分の手でこう作業することで発見したり、こうこれはこういうものなんじゃないかっていうふうに考えたりするのは面白いなと思います。また発掘調査期間中に子ども発掘体験が開催され、地元の子どもたちが杉沢遺跡にやってきました。学生たちから発掘方法について教えてもらい、スコップを使用して地面を掘ってみると、次々とはじきなどの出土品が発見されます。頑張れ。自分の住んでいる地域にこのような遺跡があり、1500年前の土器や1000年前の土器があって、昔の人はこのような生活をしていたんだなと思いました。縄文土器とかはなんか勉強でした時は、まあ、あーみたいな感じでなんかどうでもいいなって思ってたんやけど、なんかこういう近くにこういうのがあってなんか興味深くなった。私たちの住む町にこんなに古い遺跡あるのはびっくりしました。自分が発掘した出土品についての説明を聞く子どもたちの表情は真剣です。これ前掘った人は釘をたくさん見つけた。地層は今回の発掘体験を通して子どもたちは考古学を肌で感じ、地域の遺跡そして歴史に興味を持つきっかけにもなったようです。こういう穴の中から出てきたものとか、あるいは古い地層から出てきた。そして今回発掘調査だけでなく展覧会が行われました。日々出土される出土品がリアルタイムで展示され、現代美術家横谷奈穂さんのアートとともに杉沢自治会の集会所の一室を飾ります。芸術と考古学というふうに、まあ、銘打っておりますけれども、単に出土品を展示するだけではなくて、まあ、創作活動でですね、まあ、その遺跡をモチーフにした作品を芸術家の方に作っていただいて、その作品と一緒に展示するということで、まあ、普段、まあ、考古学の遺物、まあ、歴史のものだというような形でですね、あまり関心のない方にも、まあ、美術作品なら関心がおありの方も多いかと思いますので、まあ、親しんでもらうきっかけになってもらえればということで企画いたしました。地上と地中を接続する芸術と考古学の新しい活動が刻まれました。
現在まだ、調査途中なので最終的な成果は確定していませんけれども、私たちが予想したよりは深いところにですね、縄文時代の地層がある可能性があるということが分かっております。ただまだそこまで掘り下げていませんので、掘り下げる限界まで、なんとか頑張って、その推測をですね、確かめたいというふうに思っております。縄文時代の人々が残した断片の調査はこれからも続きます。今回およそ1ヶ月にわたる発掘調査を通して、杉沢自治会に学生たちの声が響き、華やかな雰囲気をもたらしました。地域の子どもの発掘体験や杉沢自治会の夏祭りなど、新しい交流が生まれました。米原市は古くから交通の要所として重要な拠点であり、歴史資源も豊富な町です。埋蔵文化財を資源として町づくりに活用したいというようなご相談がありましたら、歴史文化財保護課までお問い合わせください。